こんにちは、ノマライフの冬です。私たちは 2K の白い部屋でミニマリスト生活をしている夫婦です。今回はミニマルな暮らしをして気づいた、実はいらなかった小物を12個紹介します。私は以前買い物が大好きで、雑貨や洋服にたくさん囲まれた生活をしていました。しかしミニマリストの考え方に共感し、徐々に物を減らし始め、今ではすっきりとした部屋で心地よく生活しています。以前紹介した18個に加え、今回の動画の12個を手放せばさらにすっきりした部屋になると思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。実はいらなかったもの、一つ目は長傘です。うちの夫は雨に濡れるのを極端に嫌がる人で、今まで長傘しか使ってこない人生だったそうです。しかし去年1年間日本一周している間に若干たくましくなり、折りたたみ傘でも大丈夫になりました。職場に向かう時も常にリュックに入れているので、急な雨にも困りません。スペースを取らないので玄関がすっきりしました。傘立てがない玄関、我ながらいいですね。実はいらなかったもの、2つ目は複数のバッグです。以前は職場で使うリュックとちょっとした買い物に使うショルダーバッグを持っていましたが、リュックに一本化しました。今では電子マネーで支払えるお店が増えたので、手ぶらで出かけることが増えました。バッグを減らすだけで収納スペースもすっきりするので、手放してよかったです。ちなみに私は大きさや用途に合わせて3つ持っています。実はいらなかったもの、3つ目はスーツケースです。実家に帰省する際、なぜか私たちはありったけの荷物を抱えて帰ります。たった2泊3日なのに、洋服やらお土産やら実家に置いておくものやら、皆さんもこんな経験はありませんか？ということで、今年こそは少ない荷物で帰省するという誓いを込めてスーツケースを手放しました。これからは一人一つずつのリュックで帰省する予定です。バックパッカーで世界一周をしている人もいるので、きっとできるはずですよね。実はいらなかったもの、4つ目は家具・家電の保証書説明書です。ついつい心配になり取っておきがちですが、手放しても問題ありませんでした。今ではほとんどの説明書がインターネットで検索すれば見れますし、保証書もネット購入のものならダウンロードすることができます。紙の保証書も1万円以上のものだけ残すと決め、その他は手放すようにしています。今年の4月に購入した電子レンジが先月いきなり電源がつかなくなってしまいましたが、ネット購入の履歴や製品番号で交換対応をしてもらい、すぐに新品のものが届きました。よほど高価なものや売る予定があるものでない限りは手放しても大丈夫ではないかなと思っています。実はいらなかったもの、5つ目は予備のパーツです。洋服でついてくるボタン、収納家具についてくる予備のネジ、正直な話、一回も使ったことないですよね。おそらくボタンが必要になった時は予備のボタンが見つからないし、服もかなり傷んでいると思います。いつか必要かもしれないという気持ちは捨てられない一番の理由ですが、捨てるだけで今身も心もすっきりするので、そのメリットを考えると手放しやすくなると思います。実はいらなかったもの、6つ目は紙の書類です。夫は漫画が大好きで、自分の好きな漫画を本棚に並べていました。結構な量になっていたのですが、なんと夫の方から漫画を売る決断をしてくれました。本当に欲しくなった時は Kindle などで購入すればいつでも読めて、かつ物は増えないので合理的と考えてくれたみたいです。以前は本で読みたいという気持ちが強かったそうですが、冷静に考えたら無料のアプリなどスマホで漫画をずっと読んでいるので、
本でなくても問題なかったそうです。今までこだわっていたものも冷静に振り返ると、ただ勝手に決まり事にしていただけのことも多くあるかもしれませんね。実はいらなかったもの、7つ目は家中のゴミ箱です。キッチン編でもゴミ箱は手放しましたが、リビングのゴミ箱も含め家中のゴミ箱をなくしました。基本的にはキッチンが近いので直接捨てたり、花粉症でどうしようもなくティッシュを消費する時期はデスクに簡易的なゴミ袋を設置して生活していました。ゴミ箱を設置してしまうとどうしても袋いっぱいにたまるまで放置してしまうので、ゴミ箱イコール汚いものとなり、袋を取り替えるのが億劫になっていました。手放してみると意外に困らないし、ゴミ箱のスペースもなくなったので、ロボット掃除機もスイスイ働いてくれます。家の部屋数や広さ次第ですが、ゴミ箱を減らすだけでも快適に生活ができると思います。実はいらなかったもの8つ目はトイレブラシです。以前の動画でも紹介しましたが、当たり前のように必要と思っていたトイレブラシ、トイレブラシ自体が菌の温床になっていると聞いて手放しました。最初は黒ずみができてしまい失敗したかなと思っていたのですが、トイレハイターを購入したところ、こすらずに黒ずみを落とすことができました。もう半年ほどトイレブラシなしで生活していますが、ハイターとトイレクイックルのみで綺麗なトイレを保てています。実はいらなかったもの9個目はバスタオルです。これは決してびしょびしょのまま生活しているわけではないです。お風呂から出た際に大きいタオルを使うのをやめました。特に夫はふかふかの大きいタオルが好きで、何年もバスタオルを愛用していましたが、去年の旅中に小さいタオルでも十分体を拭けることに気づき、小さいタオルに移行してくれました。本人が思うより自分の体は小さかったみたいです。人によって合う合わないはあると思うので、試しに小さいタオルを導入して、ダメだったらバスタオルというのもいいかもしれません。実はいらなかったもの10個目は洗濯カゴです。洗面所が狭いので、このような一般的な洗濯カゴを置いてしまうとかなりの場所を取ってしまいます。洗濯カゴがない今はどうしているかというと、レジカゴバッグを使用しています。我が家では2、3日に一度洗濯をしているので、そんなに洗濯物がたまらないのと、使わない時はコンパクトに収納できるので導入して正解でした。お客さんが来た時はこのようにキュッと閉めてしまえば目隠しにもなるのでお気に入りです。実はいらなかったもの11個目は洗濯道具です。私たちはドラム式洗濯機を利用しています。洗濯から乾燥までやってくれるので、洗濯物を干すという家事がなくなりました。ということで、我が家には物干し竿や洗濯バサミといった洗濯道具がありません。物干し竿はともかく、洗濯バサミがないというのは不思議な感覚です。毛布を洗濯した時にさすがにどうしようか悩みましたが、工夫次第でなんとか部屋干しにも成功。福岡は黄砂もあったりするので、ドラム式洗濯機を導入してよかったと思います。実はいらなかったもの12個目は今使っていないゲーム類です。ゲーム好きなパートナーがいるお家はきっと共感してくれると思うのですが、今使っていないゲームってどんどん増えていくんですよね。夫曰く持っていたゲームはスーパーファミコン、PS4、スイッチ、Wii U など計12個あったそうです。さすがに多い。それが今回の移住を機にスイッチ一つに一本化、一番やりたいものを優先してやろうと考えてくれたみたいです。時々やりたくなる時もあるそうなんですが、仕事や映画の時間に置き換えてなんとか衝動を抑えているらしいです。はい、いかがだったでしょうか。さらに
これも減らしたよという方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今までの動画を合わせて計30個手放したものを紹介してきましたが、驚くほど物が減って今ではすっきりとした気持ちで生活できています。ただ油断すると物は増えていくので、捨て活のチェックは定期的に行いたいです。今回の動画は以上になります。これからも物を厳選していくので、さらに減ったものや結局増やしたものなど出てきたらまた紹介しようと思います。それではまた次の動画で。ママライフの冬でした。バイバーイ。